かすみみたまの、現世現段チャンネル。佐藤春夫作、あじさい。あの人があんな風にして、不意に死んだのでなかったら、仮にまあ、長い患いな後ででも亡くなったのであったら、きっと、あなたと私とのことを、例えば、いいとか、決していけないとか、何かしら、ともかくもはっきりと、 言い置いたろう私はどうもそんな気がするのです。でもあなたがあれから7年も経つのにどうして今日まで一人でいらっしゃるかまた私がどうして時々お説教を聞きに出かけたりするような気持ちになったかその訳をあの人は口に出しては言わなかったけれどちゃんと知ってはいたのですものね。そそれならばこそ 私を一層優しくもしたのでしょう。そのことを思うと私はそれだけにまたどうしていいか心が迷うの。そうして私とあなたとがこんな話をしていることもまたこんなことを思ってみることも気が引けてならないのですわ。そう今のさっき目に涙をためながら女の言った言葉を男は 自分の心の心中で繰り返してみたそして女がどういうわけでそんなことを言うかという心持ちが男にもわかるように思えたそれにつけてもあの時から言おうか言うまいかと思い惑うていることを今も女に打ち明けようかどうかと考えたりするそれは「まったく私はあの後幾度あの男が死んでさえくれたら」 と思ったことがあるか知れないのです。あなたの夫があんな風にして溺れ死んだその瞬間にも私はもしかすると遠くで何も知らずにではあったがそれを思い詰めていなかったとは言えないのです実際それほど度々私はそのことを思ったのだから男が言おうか言うまいかとしている言葉というのはそれだけのことである六条の仏壇の間に 青白くやつれた病児。六つになる女の子の枕元から少し離れたところに女は座っている。さっきからごく低い音で三味線をもてそびながら目を畳の上に見据えている。その同じあたりの畳の上を見入って男も今言ったようなことを考え続けていたがそんな神経質な考え方を突き放そうとして目を上げて女の横顔を行と見た。 肘枕をしている男の目には、女の顔が少し紅を帯びてきたように思えた。その時、部屋の中が少し明るくなったと思うと、障子の腰に薄れ火がさした。あら、日が当たってきたわ。独りごとのように女は言って、身を浮かせながら障子を引いた。雲に絶え間があって、さみだれの晴れまである。 女は空を見上げてから意味もなく男の方を見返った少し不自然に歪んでいる笑い顔であったまだ乾ききらない今のさっきの涙と笑いとで女の目は輝かであった今まで女の横顔を盗み見ていた男の目は女のそのまなざしを眩しがるように避けて視線は庭の方へ向けられた軒から雨だれが光って雫し,している アジサイがあってもいい庭ですがね。男はつかぬことを言った。女は答える。嫌ですよ、アジサイなどは。あれは病人の絶えない花だと言うじゃありませんか。そう、そんなことも言いますね。女は再びシャミセンを取り上げた。男は急に肘枕から起きて座り直した。彼は回り口に人が来ると思ったからであった。 がもう帰ったのかしら女もそう言った眠っていた子供が突然その時けたたましく泣き立てたてだ母親は今取り上げたばかりの三味線をそこに置くと子供の枕元へにじり寄った「お父さんお父さんお父さん」さん子供は母の顔を見ようともせずにそう叫び続けた「どうしたのどうしたの夢を見たのね」 女はれみをこうように男の方を見やりながら、初めは子供にそうしてだんだんと男に言った。本当に変な子ですよ。今になってお父さんばかり恋しがるのよ。それにここでなきゃ、仏壇の間でなきゃ寝ようとしないの。男はそれに応えようともしなかった。心臓が不思議に早く打って、耳鳴りがするのに気がついた。 女はふと自分の背後を振り返って見なければならなかったそこにはしかし元より何もなかったただ病みつかれた子供は痩せ衰えて一層大きく一層透明になった黒い瞳をパッチリと見張って母の肩越しに空間を部屋の一隅をいつまでも凝視した